さ、うちの会社ここんとこあんまりうまくいってないのよ。あの新しい機械入れてから、多分ね。そんなこと頼んでないわ。ちょっと相談に乗ってほしいだけ。父さんだいぶ参ってるみたいなの。バカなこと言わないでよ。最近の若い子は人の話を聞く。
アリはね、目が見えないのよ。前のアリの匂いを頼りについてるの。だからあんまりしゃがんでるのが足りないのね。アリ環境。
髪の毛で泡立てて、それを上から下へ、全身に移して体も上がります。おお、それは合理的ですね。それで泡だったらしばらくじっとしてるんです。洗い流さないで。なんでですか？体の汚れや油分が浮いてくるのを待つんです。2分ぐらい。サブローカメトラの技術は
はもう完全に勝負は決まっておりました。勝ち馬に乗ろうというのは世の常、家臣の裏切りにも遭い命からなら逃げてまいりました。ところがここ鮫川城の城主堀江宗近って言うんですけど、堀江もね、今日のやつ、そう、その堀江宗近が想定外の武を掛け方とともにこの城を取り込み火を放った。ありの子一匹逃げられ、そのいとこいくつ？
私と同い年ですけど。いやー、もうぐったり行くんじゃなかった。お疲れ様でした。そうじゃなかった。お疲れ様でした。どうでした？耳の丸の方は。いやー、素晴らしいですね。鋭い掘り切り、散歩をまっしぐらに駆け下りる、手掘り。中世山城都市の魅力に満ち溢れてますよ。お目が高いですね。ここは春日山城防衛の最後の切り札って言われてますが、人は石垣、人は城、人は堀ですな。何ですか、それ。これは平氏の宿敵武田信玄の言葉なんです。信玄は海の地形、人材を生かして天守閣を持つような城は作らなかったんですね。そこが信長の違ったところなんですよ。詳しいですね。私ね、全国の城を見て歩くのが趣味なんですよ。歴史にも詳しいみたいですし、お仕事は昨年まで高校の教師をやりました。いや、今は定年退職で毎日が日曜日、のんびりしたもんですよ。あなたはね、あなたが毎日いるおかげで私は年中無休になっちゃったわよ。男の人ってほんと気楽でいいわよね。日曜日ってやだな、特に午後。ああ、学校が始まるって。だよね、わかるわかる。サザエさんとかが始まるとさ、ああって感じだよね。ね、しかも最後のじゃんけんで負けるとマジで困る。やめて、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 自分がしてたことだよ。3万人ですよ。そんな城は絶対ない。
ね。そう思いますね。じゃああなた、会ったら私の望み叶えてくれる？望み？そうよ。どう？どう？どう？いい。よし。は
白菜がいいですよね。あの芯の方の黄色いとこ、そこがうまいですよね。美味しいですよね。暑いお茶もやっぱりね。そうですよね。
武田信玄は敵対していた今川北条の戦略により塩の輸送を止められてしまいます。世に言う塩攻めでございます。半年や一年であれば貯蔵でしとけたものの、足掛け3年にも及びますと信玄もさすがに困った。いや困るわよね、塩薬が作れないもの。漬物も味噌も作れないな。一方の上杉謙信公、この戦略には加わりません。我兵をもって戦いを決せる、塩をもって敵を朽ちてしむることをせじと、越後より塩を送ります。あっぱれ謙信。この話が元になって敵に塩を送るという言葉ができ、今も使われております。
ちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃんちゃん、行くさするなら謙信公のように、そら謙信公のように、敵も情けに泣くような、そらそらそらその意気だ、その心意気。はっはっ、いや素晴らしい。ぜひ教えてください。Okay.
さを戦ってこそもののふって言ってたわよ。あいつ、なわいなこと言って。私たち、戦友じゃない。お前が天心ファンだってのは今日初めて知ったよ。渡辺謙がベストキャストだと思うけど。
そうだった？してましたね。あれはね、傷跡を隠すためよ。ヒットカット、それって考えすぎじゃないですか。若い子ってね、何かの初めにふっと一線を越えちゃいなる。ああ、そういうもんなのよ。起きたらいい。もしもし、一応警察に連絡した方が。その前にみんなで手分けをして探してみましょう。そうそうそう。じゃあ私は表の方、じゃあ堀江さんたちは向こうの方、じゃあお二人はコミュニケーションお願いします。私は、ああ、ここで待ってて、会社にも連絡入れといて。じゃあ15分後、はい、お願いします。首を持ち帰るは戦の妨げ、それが加えた神道。
はわしのことなぞ。よきお心がけで。恐れ入りまする。影虎、わしが思いもかけぬ死を迎えたために、そちを上杉の跡目争いに巻き込むことになった。許せ。もったいのはございます。私は親方様の最後におそばにいることかなわず、その胸に逆ら影勝殿に刃を向けることとなりました。影勝はそちの息子、幼い道満丸にまでも手をかけた。そのことはもう親方様の心は嬉しいございますが、同情されて真空を紛らわすようでは男子として気概に欠けまする。いかなる苦労があったとしても、それはすでに過ぎ去りしこと、前に進まねばなりませぬ。よくぞ申した。思えばそちは幼き頃に親元を離れ、最後はこの雪深い越後にまでやってきた。北条との同盟が破れし折り、北条に帰りたいと申せば、その願い叶えてやることもできたものを。いえ、小田原に戻ることなど考えてはおりませんでした。義に生きる父上と共に戦い、この越後に骨をうずめる過去でございました。心つながりて共に生きる親子であればこそ、まことの親子、嬉しゅうございます。影虎、わしの辞世の句を覚えておるか。はい。四十九年一世の夢、一歩の栄華一杯の酒。四十九年の人生は酒に酔っている間の束の間の夢のようなものである。今生の栄華も一杯の酒と同じで、飲み干してしまえば実に儚い。同感にございます。今宵は皆で飲み交わそうぞ。はあ、私も父上には酒では負けはいたしません。おう、頼もしいの。はっはっはっは。そう考えると今の方がよっぽどいいわね。自衛
して人の一生って何なのかな。えほら、ここは影虎が自害した最後の場所だけど、見方があれば今客を浴びてる直江兼津が歴史の表舞台に登場した場所でもある。一つのドラマが終わってもう一つのドラマが始まるってことね。謙信の義の精神ってのは日本人の心の中に引き継がれてるのかもしれないな。流れていくだけじゃなくて積み重なっていく時間もあるのよね。え、上杉謙信が女の子って説どう思います？上杉謙信は義を貫き知人の風となって走り去った。風は目に見えないけれど体で受け肌で感じるもの、武田さんもその風を全身に感じたはず。田植えの準備が始まるんです。